ようこそ私の家に。ほらキリト、そんなところに隠れてないでこっち来て。お茶用意するから上がってってよ。はじめっからね。そんなことより早く早く。ん？この部屋なんかおかしい？そういうイメージなんだ。まあとりあえずベッドにでも座ってて、すぐにお茶入れてくるから。お待たせ。他にも座る場所はあるだろって顔ね。でもね、私が私の部屋でどこに座ろうと別に自由だと思うんだ。ギルド？所属してたのかな。多分いろんなところで。ごめん、よく覚えてないの。さあどうだろう。そんなことより私はキリトのこともっとよく知りたいな。こんな細い体なのに、なんであんなに強いのかとか、すごく気になるし。ちょっと体を触っただけなのに、キリト、敏感だね。そっかな。近づきすぎって、もっとこのくらいのことじゃ。何だったの？なんだ、残念。じゃあ続きはまた今度ね。しましたか？私のこと気遣ってくれてありがとうございますパパ。でもそのことなら心配いりませんです。ママだっていますし、パパとママが出かけてる間は皆さんがよく相手してくれます。ちょっとキリト君、そんな簡単に納得しない。ママ結衣ちゃんならキリト君に心配かけないようにするってわかるでしょ。ママ、私はそんな寂しい思いなんかしていないですから。パパとママにはアインクラッドを攻略するって大事なお仕事があるんですし。ほらもうゆいちゃんってば遠慮しすぎ。そうだキリト君、今日時間ある？久しぶりにゆいちゃんと一緒に街をブラブラしない？ゆいちゃんだってずっと宿屋にいるだけじゃつまらないよね。ママ、パパ、もちろん一緒にお出かけしたいです。だったら私にこの街を案内させてください。元から私が持っていた情報に加えて、宿屋の皆さんからいろんな話を聞いてますからね。こう見えてこの街のことなら結構物知りなんですよ。本当？それは楽しみね。はい、お任せください。知ってます。
ましたか？ここの泉に湧くお水、なんと飲むだけでヒットポイントが1回復しちゃうんです。コップ1杯分ぐらいですね。そうなると回復に利用するにはちょっと厳しそうね。それもそうですね。残念です。あ、でも飲むだけでも美味しいんですよ。へえ、それはちょっと気になるわね。どれどれ。あ、ほんとね、冷たくて美味しい。桶か何かで汲んで料理に使うってのもありかも。ゆいちゃん、教えてくれてありがとう。私もママに喜んでもらえて嬉しいです。じゃあ泉はこのぐらいにして次の場所に案内しますね。パパにママそう呼ばせてるだけだろうけど、変わった連中だな。次に私が自信を持っておすすめするのは、じゃーん、このお店です。お店？レンガぐらいしか置いてないみたいだけど。はい、パパの言う通り、ここは日干しレンガ屋さんです。実はこの町の中に家を持ちたい場合は、ここでレンガを買って自分で一から作り上げることもできるんです。家を直接買う以外の裏技みたいな感じですね。そうだ、パパとママで一緒に作ってみるっていうのはどうでしょう。二人の共同作業なんて。冗談はさておき、22層の家にも戻れないし、こっちに別の家を持つっていうのは悪くないかも。そうよね。でも家族3人水いらずで過ごせる場所はやっぱり欲しいよね。はい、その時はまたこのお店に来てください。それじゃあここはこのぐらいで一旦広場に戻りましょう。パパ、ママ、こっちです。家族って、え？あの子、本当にあの二人の子供ってことなのか？でもそれってどうやって？はい、中央広場に到着です。いろいろ教えてくれてありがとう。見慣れた街でもいろんな発見があるものなのね。面白かった。パパとママに喜んでもらえて私も嬉しいです。なあ、ちょっと聞きたいんだが、いいか。そのさっきからその子、あんたたちのことをパパとかママとか呼んでるけど、あんたたちの子供なのか？マジか！おい、俺にも教えてくれ。子供、どうやったら作れるんだ？え？ちょっと、そんなことこんな人前で聞くことじゃないでしょ！子供作れるって本当なのか？結局はバーチャルデータなんだから不可能じゃないよな。あの子かわいい。私もあんなかわいい女の子なら欲しいかも。でもこのゲームが始まって2年しか経っていないのに、あの子大きすぎないか？バカ、そこはデータなんだからすぐ成長するに決まってるだろう。パパ、ママ、なんだか怖いです。どうする、キリト君、強引に突破しちゃう？つまり子供は子供でも養子ってことか。
なんだよ、ぬか喜びさせやがって。いや、本当に子供が作れたとしても、お前の場合はまず相手を探すのが先だろうが。うるせえよ。お、養子だとしてもその子のこと大事にしてやれよ。パパがみんなにちゃんと説明してくれたおかげですね。キリト君、お疲れ様。でもあんなに子供を欲しがるプレイヤーが多いとは思わなかったかも。私に分かることなら何でも聞いて。さっき皆さんどうしたら子供が作れるかを尋ねてきていましたよね。現実の世界ではどうやって子供を作るんでしょうか。え、ちょっとキリト君ずるい。それはまあ、そうだ、ゆいちゃん、簡単に言うとね、愛し合う二人の共同作業でできるんだよ。そうなんですか。だったら私、妹が欲しいです。パパとママは愛し合ってるんですから可能ですよね。ちょっと待ってください。確かに私の中に残ってるデータを見る限りないですね。残念です。妹ができて二人でお留守番なら楽しそうかなって思ったんですけど。あ、その寂しくないというと確かに嘘になっちゃいます。ごめんね。これからはもうちょっとゆいちゃんと一緒にいられるようにするから。私こそごめんなさい。これからどんどん攻略が大変になって、パパもママも忙しくなるのに。もう子供がそんな気を使わなくていいの。私たちはママとパパなんだから。私たちだって子供のゆいちゃんと一緒にいたいってだけ。わかった？はい。それじゃあ話を戻すんですけど、さっきママが言った現実世界で子供を作るための共同作業って具体的には何なんですか？まだ続いてたの？はい。どうやって子供が作られるのか知りたいものですから。そうキスよ、キス。なるほど、キスだったんですね。確かに二人の共同作業です。それでキスをするとどうやって子供は現れるんでしょう？それはクンレン、私の方の準備はできてるわよ。そういえばスキル系統について聞きたいんだけど。試しにいくつか習得したけど見てくれない？何よ、問題があるの？でもあんた私にデュエルや PK なんてしないでしょ。ならいいじゃない。ほら、面倒だからさっさと見て。言われなくても最初からそのつもりよ。はい、ここだから。それ取ったらまずかった？それっていいことなの？何かの役に立つ？
まだ何かあるの？これ、私も知らない。昨日は習得リストになかったし。射撃ってことは銃とか。いけなかった。このスキル気になったから。でもとりあえず何も起こらないわね。こう？ねえ、どこに行くの？そんなとこ何しに行くのよ。なるほど。なんかあんた生き生きしてるわね。まるで自分のことみたいに。少しね。まあいいわ。私もちょっと気になってきた。私の新しいスキルのこと。あ、着いたみたいね。骨董品屋。ここ本当に営業してるの？いらっしゃい。私一人だったら絶対入らないわね、この店。今のところ本当に役に立たないものしか転がってないみたいだけど。あ、これなんか珍しいんじゃない？ああ、そいつは弓だな。数日前に偶然手に入ったんだ。珍しいものだが役には立たんよ。それ私に持たせてくれない？持てる。打てそう。何？高いの？仮はあまり作りたくなかったんだけど。来ちゃったし、どこかで食べていかない？お礼に私がおごるから。何よ、私にはおごられたくないっていうの？フィールドのモンスターはまだ私には手強すぎるし、町にいてもスキルの訓練以外やることもないしね。だからいろいろなお店を見て回っているの。それにしてもゲームなのにいろいろなお店があるのね。これは夢中になるのもわかるわ。雰囲気がね、落ち着ける感じ。ほら、何でも好きなものを頼んでいいわよ。期間限定メニューはリンゴのシブースト。手に一人で何度も通っちゃったんだから。それにしてもなんだか不思議。リアルでは会ったこともないあんたと喫茶店で一緒にお茶してるなんて。でもこれってゲームの中の出来事なのよね。実体のない夢みたいなもの。なるほどね。
事には誘ったけど、デートだとかそんなつもりじゃないわよ。ねえキリト、リアルでも一緒に喫茶店に行ったりできるといいわね。なんでもないわ。さて私も食べようかな。あんたが食べてるのもらい。的確な攻撃を見ないでやったんですか？